千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF レンタルクリニックのドクターの林です。今回は自宅でできる知覚過敏への対策方法とはについてお答えいたします。自宅でできる知覚過敏への対策方法にはなってはくるんですけども、まずは歯ブラシ、これが重要となってきます。やはり歯磨きしている時にあまり強く当てすぎると歯にもやはりダメージが当たってしまうので、力のコントロールが必要となってきます。結構皆さん強く当てている方がいらっしゃいますので、気持ち優しめに当てることをおすすめしています。そして市販で売られている、よく CM とかでよく聞かれるんですけども、シュミテクトと呼ばれるものがあるんですけども、これも効果がある方は効果があるので、知覚過敏への対策方法ともなります。自宅でできるものも結構ありますので、わからないことがあればどんどん質問してください。